日本鹿児島県鹿児島市中央港新町マリンポート、鹿児島の全体図能力1コーク1機黄緑1、コーク2機薄緑2コーク青鹿児島湾などの水域中央港新町は、鹿児島県鹿児島市の町。郵便番号は890076。人口は0人、世帯数は0世帯。町域全体が人口登場にあり、鹿児島港中央港区を構成する。 マリンポート鹿児島と呼ばれる湾港施設がある。町域にあたる人工島の面積は現在は24.0ヘクタール。鹿児島市南部、脇田川川口部に位置し、町域全体が鹿児島湾上に埋め立てられた埋め立て地であり、現在は主に大型客船専用の湾港施設として利用されている。町域の西方に薄木が接している田はすべてを鹿児島湾に面している。 計画としては現在供用されている一期一工区及び一期二工区と二期から構成されるが、二期の埋め立て工事着手は未定となっている。現在の区画は一期一工区と一期二工区である。また、時期に応じて利用時間が定められており利用時間終了後は入り口が閉鎖されるため長域内に立ち入ることができない。現在長域内には休憩所兼案内所及び 公園、駐車場がある他は、湾港施設で占めている。1990年に、鹿児島県総合基本計画に、大型観光船不当の整備等として計画され、翌年1991年に、鹿児島県と鹿児島市共同で、鹿児島港ウォーターフロント開発基本計画が策定される。1999年に埋め立て工事に着工し、2007年3月に一起、 一工区の埋め立てが完了した。同年7月10日にマリンポート鹿児島の全域をもって鹿児島市の町、中央港新町が新設された。同年9月に共用を開始した。また、2012年3月に一気に工区の埋め立てが、竣行し、2016年7月18日に一気に工区の整備が完了した。ありがとうございます。